皆さんこんにちは、声優の岡本信彦です。この度ですね、超声優祭2021にて行われるストーリーライブ新選組にて朗読劇をやらさせていただくことになりました。さあ、この羽織もう見てわかりますよね。何をやるかと申しますと、そう、新選組でございます。そして今回お届けするのはこちら、じゃん、はい、新選組血風録、こちらをやります。あの司馬遼太郎先生の新選組血風録を朗読劇で出させていただきます。しかも今回朗読劇といってもね、あのコラボにもなるので、そちらも楽しみだなっていうふうに思っております。まあ、司馬遼太郎先生といえばいろんな短編も出していらっしゃるとのことなんですけども、その中でもですね、沖田総司の刀である菊一文字のところをですね、今回朗読でやらさせていただくことになりました。で、キャストがですね、僕が沖田をやらさせていただきつつ、浪川さんが近藤、そして佐藤さんが土方をやることになっております。さて、先ほども言ったんですけども、今回コラボで講談師の方とのコラボとなっております。朗読劇はですね、僕たくさんやってきたんですけども、講談師の方とコラボをするのは初めてでございます。まあ、今までないんじゃないか、まあ、もしかしたら探してないかもしれないですけど、ほぼないというふうに思っております。さあ、同じ声の仕事とはいえですね、作品に対するアプローチがですね、講談師と声優では全く違うものになると思うんですよね。そんな二つの業種がですね、合わさったらどんなケミカルリアクションを起こすのか、僕自身もとても楽しみです。そしてですね、沖田という役自体はですね、僕も、まあ、以前演じたことはあるんですけども、このね、新選組血風録菊一文字のところでやる沖田っていうのはですね、なかなか骨太というか癖者というか、魅力的なキャラクターなので、どう演じようか今から不安にもなりつつも頑張っていこうというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみに待っててください。以上、声優の岡本信彦でした。